ウッドデッキ Q&A DIY が未経験でもウッドデッキを作れますか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ウッドデッキを自分で作ることができそうなんですけれど、いざ作ってみるとギブアップしたお客様がたくさんいらっしゃいますよね。まず図面を描いて材料を拾い出して、で防草シートを敷いて、で基礎を作って、でその初めてウッドデッキの組み立てに入れるような、そういう下準備がものすごくかかるんですね。ですから、まあ一見簡単そうに見えますけれども、ちゃんとやるにはすごく大変な作業だと思います。ご主人一人で作るとなると週末だけですもんね。そうですね、プロがやっても、まあ、2人ぐらいで、1週間とかかかる作業ですから、もうご主人が1人で日曜ごとですと、もう何ヶ月かかるかわからないと、で、まあ、最後にはもう家になっちゃうみたいな、そんな世界だと思いますね。道具を揃えるだけでも大変ですよね。はい、もう今出ている、丸のこ、これだけでも1台もう30万円ぐらいするんですよ。でそうしないともうぴっちり角度を測って、ぴったりの寸法に合わないんですね。隙間の誤差が出てきちゃって、で床下収納とかこういう小細工はもうまず素人さんではなかなかできないと思います。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。